どうもトラビスジャパンでーす。夏休み真っ只中ということで、はい、はい、今回はいろんなかき氷を作っていきたいと思います。いろんな氷を用意してるんですけど、お品書きじゃん、お品書き。おお、上からいくと、ご飯、たこ焼き、ハンバーグ、明太子、オムライス、餃子、ショートケーキ、キウイ、きつねうどん、ミートソース、スパゲッティ、味噌汁、ハロー缶、クリームシチュー、紅茶の人形の、ホイコーロ、フリスク氷。トムヤムクン、一番気になるね。トムヤムクン、多いな。あの氷の上にあれを乗せるんじゃなく、あれ自体を削る。はあ、あれが氷役なんだね。誰いきます？はい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 。オビゲンティ。キウイ。おーおーおー。まあまあ最初はね、なんか無難なのかな。フルーティーでさ、まあイメージつきやすいかな。そうね。確かに。おーすげえ。あ、凍ってる凍ってる。そのまんまキウイじゃん。うわー、美味しそう。とりあえず1個やってみる。1個、せーの。おお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 これね、普通に食べるよりね、うまいかもしれない。お、食べれば大丈夫、キウイうまいうまい。こんだけさ、うまいってことはさ、こう、素材本来の味がさ、凍らしてもあるってわけじゃん、うん、だからこそ不安だよね。どういうこと？続いての確かにね、続いてがね。あの、今、キウイが、ね、キウイが唯一まともなやつだ。そうなんだよな。この中で、ね、めっちゃショートケーキ。おーいね、お前さ、可愛さに走ったな。お前、そういうパターンか。固まってるぞ。買ってきました。固まってる。固まってる。見た目は普通のショートケーキ。普通だよね。いちごまで乗って。それでもカチコチだよ。カチコチ。カチコチ。じゃあ入れます。入るか。入る。お、本当カチコチだね。本当だ。半分に。お、お、来た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 。よいしょ。よいしょ。やっぱ来ねえな。なんだ、ぺっちゃんこになる一方だよ。全然出てこない。これ、ショートケーキがぺっちゃんこになってるだけ。はい、わかりました、先生、はい、もう、このまま食べましょう。いってらっしゃい。わかった、じゃあ、俺がちゃんとかき氷にするよ。俺、こういうデザート見たことあるよ、だって。絶対美味しいわ。アイス屋さんだよ、これ。かき氷にはならなかったけど、ちゃんとしたアイスになりました。イエイ。俺の方が、いただきます。普通に美味しそうだもん。悪口言っちゃったよ。どう？うん、うまい。ストロベリーアイスみたい。うまいよ、これ。これ取ってんのか。うまい、これ。普通に美味しい。あ、うまっ。うまい、うまい。ショートケーキを、ここら辺から、美味しいね。うん、アイス、アイスっぽいね。今さ、まあ、キウイとかはさ、うん、水分多めだったからさ、できたじゃん。うん。だから、うん、味噌汁の、もう、そうそうそう、もともと水分ってギュッとしてるからさ、すごっ、わかめとか固まってるね。すげえすげえ。いきますよ。溶けちゃう、溶けちゃう、うまくいく気がする。いきます。見せて。うわー、かき氷や。なんかすごいね。まんまかき氷や。すごいすごいすごい。じゃあこのぐらいにしますか。じゃあ、おー、いい、完成しました。すげえ。召し上がれ。無償なれ。どう？ちょっと見てばきだ。ちょっとむずい。マジで。いただきます。はい、どうぞ。無償なれ。いただきます。こっちだよ。ごめん。あ、難しい。難しい。おお、すげえ。赤い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 。いきまーす。キウイ氷スタート。もう出てきた。出てる？出てる出てる。すごい。キムチみたい。じゃあちょっといただきます。トムトムどうだ？トムは？うお。トムのヤムくん。トム強い。トムくんは？うん。
面白いよねこれ。ガムは頑張ってるけど、ヤム君が後から来るから遅いな。ハンバーグ、なんかよく見るやつじゃない、ナゲットみたいな大きさのハンバーグです。いきます。はっ、おー、いいね、でかい、でかい、待って、なんかカツオ節みたいになってんじゃん。あ、いいんじゃん、これは期待大だよ。じゃあ早速試食していきましょう。いただきます。すコーンフレークみたいになってる。あったかいのと同じぐらいですか。おぉ、あ、うまくない、ハンバーグだ、普通にさ、あったかい削ったハンバーグ、うん、ハンバーグを氷にしたらめっちゃうまい、ハンバーグ。どんネタなんだよ。やっぱ美味しく食べたいから、おかぼちゃの煮物で、あーなんかこれ一番硬いかもしれない、ね、うわっ、え、これ噛めないよ、多分噛み砕けない、マジで。おー、かぼちゃ完成。少ない少ない、圧倒的に誰分、お、来た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 、めっちゃ来てる。いいな、もうこの機械が削りがいあるって言ってるもん。カボチャの歌、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 完成しました。カボチャの煮物の氷です。おいしそう、うまそう、いただきます。で、冷たい冷蔵庫に入ってたカボチャの煮物。になる、うん、そう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 、口当たりとてもいい、そう、ムースみたくなる、ね、そう、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。餃子とご飯、お、めっちゃいいわ、いいわ、それはやばい、これ混ぜてどうなるかっていうのを実験したいと思いますんで、いってきます。ご飯めっちゃ可愛いね。可愛いよね。まずはご飯から、来てる来てる、うん、はい、いいね。じゃあ続いて餃子をいける、行ってください。うわー、いい香り、餃子の香りする。できましたよ、はい、下にご飯が溜まっていて、はい、上に餃子がのかって、実質餃子丼だもん、餃子丼。いただきます。いただきます。どう、どう、いいんじゃない、冷たい餃子丼。餃子って熱々にして食べるもんじゃん、どうなんですか。全然いける、全然いける。まあ、7人が終わったんですけども、はい、はい、YouTube といえばですよ、メントスコーラ、あー、そうですね、イメージあります、はい、で、フリスクでちっちゃい粒でかき氷を作って乗せて、最後にコーラかけたらプシャってなるのっていうのも同時にやってみようか、やってみましょう、やろうよ。あ、いい香りするわ、あ、目覚める。ではフリスク氷出来上がりました。はいはいはい、これ入れたらプシャーってやったー、いったー、待って、何だ、いけいけ、めっちゃ香りがあるよ。いきます、どうぞ。地味、あれ、プシャーってより美味しそうになった。どうぞ。めっちゃ来た、わさびかと思ったもん、俺さ、あー、やばいね、顔が、あ、でも後味はいいかもしれない、わかんないけど、俺これ多分普通に当てるやつだ、クローって言ったって、え、うん、俺全然大丈夫だ、マジで、好きな人は好きで、夏だから涼しくなれる、いいよ、いいよ。